奈良不思議の浦不思議奈良浦です。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。昨日ね、うんうん、台風の中、我々ちょっとスピードワゴンさんの月曜ザナイトお邪魔したじゃないですか。出ましたね。月曜ザナイトでしたっけ。合ってますよね。月曜ですよね。そう、月曜ザナイトね。合ってますよね。合ってるよ台風、うん、あの帰りね、うん、タクシー大丈夫でした。進み進み、タクシーの上を、うん、どこ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 どんどこ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 って、なんか和太鼓みたいな叩くような音が聞こえてたけど、大丈夫でしたよ。私思ってるよりも西の方に帰るじゃないですか。ああそうですね。西へ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 行くじゃないですか。西へだね。一定区間を超えるたびに、うん、雨足と風がマジでヤバくて。ああ風も強くなった。俺初めてですよ、うん、雨の勢いが強すぎて前見られへんかったの、うん。もうウィンカーとかがもうウィンカーが効かない。ウィンカーが効かない、でも頑張ってんでしょ。ウィンカーはウィンカーはもうすごい頑張ってるんですけど動きおもろかったウィンカー頑張ってカカオこんなんすよ。無じゃねえかもう。やっても意味ないけどやってますよ。意味ないよこれっていうねでも多少ね、うん、スピード出さないとみんな早く帰りたいからビュン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 行くんですよ。怖いねじゃあね。昨日マジで大変やった帰りで、あのねビルとビルの谷間の路地から吹き出てくる風が強いから、うん、ちょっと油断したらブンってなる。いやこれ危ない、ね、いや本当マジでマリオカート事故ないでよかったね。怖かったっすね。タクシーはでもねやっぱうんちゃん運転が慣れてんのか、すごい飛ばしてた ね、 でもそうなんですよ。乗ってるとあこの運転手運転慣れてるなと思うでしょ、うん、でもあのね隣で走ってるとね、うん、マジで危ねえんすあいつら。あいやでもあのね危ないなとは思うマジでこんな出していいのかなっていうのもあるし昨日とか迷わなかったけど、まあ、高速使ってるけどさ、はいはい高速、まあ、高速って言うからいいんだよ。高速でも何キロとかでも決まってんでしょ。いや決まってますね。多分越してんだよねいやいや、はいはい、危なって、はいはいはい、これ今まで俺が乗ったタクシーの中で相当上位ランクの速さみたいな、はい、体感スピードだから俺安全運転でしょ乗ってわけ。ああ全然安全運転そうそうそういうタクと比べるとそうなんですよ。節度がある、ねまあでもね、大変でした ね、 ね、まあ、それぐらい今も結構ねいやそうですよ、ね、どこまでまあ、でも皆さんね大丈夫ですかね。そうそうそう九州とかがやっぱり大変だったみたいな。大変ですよね。木も俺の家の近所でさえも何本か木が折れてましたからね、うん、だからあこんなだったんだってやっぱり思うよね。怖い怖いね。じゃあ、はい、怖い話いきましょう。投稿会談をいただきますのでお願いします。まずはゆいさんからの投稿ですね、うん、ありがとうございます。10年以上前なんですけども、うん、高校3年生の冬の話だと、はい、推薦入試も終わって、うん、ちょっとした暇ができたので当時朝早くからのバイトしてたと。あいいですね。で連日バイトで疲れて、うん、その日は21時にはご飯も食べずにもう寝とったと、うん、そしたらね夜中の2時ぐらいに目が覚めたと、うん、はいはい。暗闇で光る時計だったのでそれは分かったんですね。ああ2時だっていうのが今ね、ありますねその時計ね。そしたらね耳鳴りがしてきたと、うん、で気づいた瞬間もう金縛りになってて、おでねあの向きがこう左向いたまんま、うんうんうん、こう固まってたと、はいはい、そしたらこう後ろから聞き取れないものの、うん、途切れない低い声で、うん、まるで念仏を唱えるような音が聞こえてきたと。あらで怖くて目を閉じて、うん、あっちに行け消えろと頭の中でこうね、うん、行け消えろってずっと言ってたんですよ、はいはい、そしたらその声は聞こえなくなったので一安心したところ、うん、背後から急に引っ張られたんですよ。おっとびっくりする。でね、うん、あの右をね向いてしまったんです、はい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 、だからこう左を向いてるから、うん、枕の方にこう左の耳がついてる状態から、はい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 、右の方に向いたんですね。いきなり引っ張られたんです。そうでそっちの方を向いたら、うんこの方目がめちゃくちゃ悪いんですって。で、はい、そこには何も見えませんでしたがあまりの怖さに気絶してしまいました。これ視力良かったらもしかしたら何か見えたのかもしれないね、うん、そして意識が戻って目が覚め、うん、怖かったな夢だったのかなと思い時計を見ると時間はまだ深夜の2時15分。全然経ってないね。しかもやけに天井低いなあやけに天井近いなと思ったんですって、うん、そしたら自分が天井に張り付くように寝ていたんです。ええー。
そこで意識を失って目が覚めた時には朝でしたと。それ以降耳鳴りの後金縛りに遭うようになったり、時々いろいろな音が聞こえてくるようになりました。これは何だったのか。ちなみに私は寝室が2階で夜中の2時に起きることが何度もあり、ある時1時から、ごめんなさい、ある時1階から会話が聞こえてきて、あれみんな起きてるのかなと思い隣の部屋を覗いてみると家族全員寝ていたということもありました。びっくりするよねこういうこともね。体が浮いとるんですね。無意識で幽体離脱してたのかな、それか夢だったのかね。なんでしょうね。ね、夢説は濃厚ですけどね。ね、それで天井近い、うん、怖いなと思って意識を失ったんだよね、うんうんうん、でパッと起きたら普通だったっていうところがあるんだろうけど、寝てる時の会議は夢説もね関わってくるから難しいですよね。どうしてもね、でもはっきり1回2時だっていうのを確認してる時はあるんだよね、でその後金縛りにかかってっていうところだったりするんだけど、まあ、僕クラスの無遊病常連になってくるとね、あ常連の方、やっぱ家族が逆に怖がりますね、自分自身よりもね。あの人は、うん、あの心霊のお仕事をしすぎじゃないかってことを家族が心配してるあの家族にあの人って言われてるからね。あの人って言われてる、あの人夜な夜な車で出てったと思ったら怖い話をして帰ってくるわけよ今日もなんかあの午前中みんな目合わさなかったですね僕そういう遊びが流行ってるらしくていやいじめだよそれ遊びじゃねえよ。僕と目を合わせると僕が近寄ってくるから目合わせちゃダメだっていうね教育がされてました今あ、義務教育ですね、義務教育ですよそれは。でね息子がねまだちっちゃいからつい目合わせてしまうんですよ、なるほど、そしたら襲いかかるんですけどなんだ幸せなのかなそれは、幸せだね。でもね無視されるのはね結構嫌なんですよ。いやそろそろ言えよじゃあちょっとやめてくれよって言う、やめようよそれって誰かが言わ、いじめやめようよみたいな言い出さないと。で続きまして、はいはい、マフティ666さんですね、はい、北海道の豊富町かな、うん、豊富町かな、看護師さんしてたんですね、はいはい、あなるほど、看護師をしていた、前妻から聞いた話です。あ奥様ね、はい、豊富町で自殺する方は、なんでか分かんないですけど、ほぼほぼ、はい、首吊り。へえ怖っ、で唯一違うのが、礼文島に行くフェリーから、礼文島だし、礼文島か、礼文島ですね、ごめんなさい、島と鳥を間違えました。礼文島に行くフェリーから身投げした女性がまあいたくらいだったと。ああそうなんだ、それ以外はもう間違いなくほぼほぼ首吊り。なので北に来ると自殺したくなってしまうものでしょうかというね。これは何でしょうね。でも日本の都道府県で自殺が多い県って青森だったかな。ああ寒いね、寒いと新潟ですかね。あ寒いね新潟ね。でも新潟出身の人から言わせると空がねいつも曇ってるんですって。なるほど、うん、あそれは分かるね。どんよりしてるから、はいはいはい、気持ちが晴れないで、晴れないよね。だから自分の何いろんなプライベートのこととか仕事のこととかでこうなってる時に、ああもうダメだってなった時に空を見上げて、じゃあもうダメだってなっちゃうみたいな。なるほどね、あるみたい。やっぱ空見上げて晴れてたらそうどうでもよくなりますもんね。あのね晴天の効果って確かに人間にすごいあるよ ね、 ね、気分に与える影響。いやめちゃくちゃあると思う。だから昨日おとっていうか最近やっぱ台風の余波でずっと天気悪いもんね。だからなんか雨足とかそういう降ってる光景とかも見てもなんかブワー晴れてたらなんかもうちょっと笑い声聞こえてきません。そう空から空が笑ってるみたいなね雰囲気にって聞こえてきません。あのね逆に、はい、すごい分かるんだけど、はい、俺ね東日本大震災あったでしょ、はいはいはい、あれの、はい3.11 の次のね 3.12 もめっちゃ天気良かったんですよ。あそうでした。それを東京がね、はい、でそれ見てなんかちょっとなんていうのかな悲しかった。なんか昨日あんなことがあったのに空はこんなに晴れているのにそうのにみたいなのを、その時はね感じたね。あの空がいつも通りになってるのがちょっと憎かったじゃないけど、あんなことがあったのにみたいに。でも影響はすごいあると思う。
でもあれですよね、それも気使ったんじゃないですか、あの自信、まあもうちょっとせめてこの私を見て、まあね、そっか、これで曇らせたら、あ、まあね、そう、まあ、そうか、うふってなるから、まあ、まあそうだね、もう太陽の気遣いやと思いますよ。曇りはまずいし、うん、雨なんて持ってのほうがいいじゃないですか、ね、流されたものが変なものになっちゃう、もう雪とか地獄じゃないですか。だから最高のチョイスだったよね。いや、そうね、今考えてみると、ね、かもしれない、うん、天候って人の精神がね、いや、そうそう、いや、すごいあると思う、影響を及ぼすよねっていうね。逆にさ、雨がそこそこやっぱ台風とかで、うん、こうちょっとね、そのめちゃくちゃ強いのはちょっと嫌ですよ、うん、いやだ、ちょっとなんか、うん、傘意味ないぐらいの風と雨の時って、うんうん、ちょっとなんか笑いません？そうだね、ちょっとあのね、ちょっとなんていうこれ不謹慎だけど、はいはい、そうなってる状況っていうのがほぼに、あ、ないからないから、日常的に、ね、日常にね、たまにない、いい日常やから、そう、あ、それが1ヶ月に一遍のスパンとかであるとすげえ腹立つと思うんですけど、そうですね、なんか今日一日だけだしみたいな、はい、なところがあんのかね、わかるよ、でも気持ちその周りに被害がね、うん、起きないぐらいの、そうそう、そういうこと、そういうこと、もちろんそうなのよ、ね、うん、うわーってなって、うん、なんかもう傘がビヨーンなってね、逆か向いたらもういらないじゃないですか、いらないな、もうなんかもう堂々といけるじゃないですか、もう戦士の凱旋みたいに、一応捨てたらダメだから持ってるから、だからこうレイピアみたいになってるでも戦士ですよ、ね、天候に関するのね、今ありますよね、そういうのね。じゃあ続きまして、はいはい、ジオンモケルさんからですね。お、ありがとうございます、ジオンさん、自分の先輩から聞いた恐怖体験、うん、私の先輩の方が30年ほど前に山陰地方の古い旅館に泊まったみたいですね、はいはい、その日の仕事が終わり夜10時ぐらい、旅館に到着した先輩は疲れからもう晩ご飯を食べずにね、うんうん、もう寝てもうたと、はい、だからしばらくしたら急に胸のあたりが重たいと、おう、うんと思って、ね、呼吸がどんどんできなくなってきて、はいはい、苦しさで目が覚めると、うん、自分の胸の上にスーツを着た男性が正座をしていたそうです。うわ、正座、恨めしそうな眼差しでじっと先輩の方を見つめる男、うん、胸はどんどん締め付けられるように重くなり苦しくなっている、うん、先輩はせっかく気持ちよく寝ていたのになんでこいつはそれを邪魔するんだと思って、うん、だんだん腹立ってきたんです、うん、なるほど、で金縛りとかに、ね、かかって、いなかったのもあって、はい、思いっきり右足を振り上げてそのスーツのね、うん、男性の後頭部に蹴りを入れた。すげえ。男は、うん、っていう表情を浮かべたまま床の間の方へ吹っ飛んでたんです。すごいですね。しかし先輩が飛び起きて床の間を見たけども誰もいない、はいはい、普通ならそこで恐怖におののき旅館のフロントに駆け込むんでしょうが、先輩はそのまま朝まで熟睡してしまったそうです、うん、翌日関係者に聞いたところ、その旅館では、うん、昔ね、男性の自殺があったそうです。あ、そうなんですね。先輩はその例を強制的に排除していてしまったみたいです、うん、そんな体験談をエル侍さんからお聞きしました。すごいな、おい、これエル侍選手の体験談ですよ、これ。松田修選手ですね。やっぱあの人すごいですね。ね、ね、強、強靭な競馬ハート大好き、うん、ね、これもだって巡業終わって多分帰ってきてってことだよね、これ。そうですね、やっぱさすがですね。さすがですよ、エル侍さん。エル侍はやっぱりすごいですよね、うん、あんだけねボッコボコにされてもね。そう、タッグマッチとかでね、ライガー選手とかと組んだらライガーさんはすぐタッチしてくれって言ってましたから ね、 そうですね、自分の出番をもうちょっと少なくしようええとこだけね、そう取っ て、 で、あとはほとんどハイバツ選手が受けてたっていうね、ハイバツじゃない、侍選手、侍さんね。ファイブロではエル神風、はいはいはい、シコンのハヤブサっていう、ミドルネームみたいなのがついてましたねファイブロ3の話ですけど、ね、絶妙に面白い体験してはりますよね。そうなんですよね、愛せるというか、なんだからレスラーっぽくないですよね。そう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 、ショッカー体験してますいや、わかるよ、わかります、覆面も含めてね。そう、うん、ショッカー体験してますよね、はい、いいんだよな、すげえ好きなんですよね、サムライさん。ベストバウトもたくさん残してますからね。裏 DDT とか、そう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 、ね、リバース DDT、 そうそうそう、垂直落下のリバース DDT とかもあったりとか、かっこよかったもんな。そうなんですよ。では続きまして、はいはい、クトゥフーさんの、クトゥフーさんだ、クトゥフーさん、クーとフーなのかな、クーとフーか、クーとフーさんかもしれない。
なんとなくだクーとフーさんか、うん、あなるほどねクトゥフーさんじゃないんですねクにちっちゃいウに、とフでちっちゃいウなんでクーとフーっぽいね。わかんないわかんないけど、このお話は、うん、私の元夫にまつわる声というよりちょっと不思議な実体験ですね、はい、元夫とは27年前に出会ってると、うん、で彼霊感があったと、ほうでいわゆる見えるタイプ、うん、私といる時も彼当たり前のように幽霊を見とった。あすごいね。霊感の全くない私は彼といて何かが見えたり、まあ、感じたりすることはなかったんですけど、うん、子供の頃から心霊に興味があったんですね、はいはい、クーとフーさんはクーとフーさんですね、うん、で、はい、彼と出会ってより霊の存在を信じていた。なるほど。彼は他にもいろいろ不思議な体験していて、うん、空から竜が降りてくるのを見たことがあると言っています。これはすごい。その時の私は半信半疑だったんですけども、うん、最近になり霊感のある人で竜を見たという人が何人もいることを知って今改めて驚いています。多いですよね。そんな彼はよく自分は長生きできないと、うん、きっと若くして死ぬんだよと言ってたんですね、はいはい、で私は持病があるわけでもないのになんでと思ってたんでね、うんうん、でその後私たちは結婚子供を2人授かったんですけども、うん、そんな彼との結婚生活も長くは続かず、うん、上の子が6歳、下の子が1歳の時に離婚をすることになりました、うん、そうだったんだ。それからは音信不通となり彼は行方知れず、彼の実家にさえ何の連絡もなかったそうです。そして別れてから数年後、うん、上の子がお父さんに会いたいよと言い出し、子供にとっては父親、何とか会わせてあげたい思いで彼の実家に何度も電話しましたが何の連絡もないんだよ、うん、どこにいるのかもわからないんだと、答えはいつも同じ。それからまた数年、上の子が小学校5年になった頃ですね、うん、彼のお母さんから突然の電話、うん、それは彼らが亡くなったとの知らせ。あーそうだった。原因は心筋梗塞、うん、38歳の若さ。若いね。子供になんて伝えたらいいのか、お父さんに会わせてあげられなくてごめんね。そして私は彼が亡くなったショックもあって涙が溢れて止まりませんでした、うん、そして彼が言っていた言葉を思い出しました、うん、自分は長く生きられない、きっと若くして死ぬよ、うん、一体彼には何が見えていたのか、本当に自分の最後を予言していたのでしょうか、それともただの偶然なのでしょうか。今となっては確かめる術もありません、うん、でも現実に彼は38歳という若さで亡くなっているんです、うん、なるほど。なんとなく自分の死期みたいなものっていうのが感覚で感じていたんでしょうね、うん、この人の、まあ、旦那さんが、うん、でも意味なくそういうふうに思うっていうことは、僕は霊感は全くないですけど、自分が小学校の時とかに一つ思ってたのは、うん、僕は絶対金持ちになるかすげえ貧乏になるのかのどっちかだなって思ってたんですよ、うん、なんか普通な感じにはならないだろうなって。でも本当10歳いかないぐらいかなんとなくそう思ってたのよ、うん、でも今思ってみると確かに普通の仕事はしてないじゃない、うん、でまあすごい金があるわけでもないけど、うん、別に確かに今すごく貧乏にもなってない、うん、だから多分こっからね、俺どっちかに触れるんだと思う。うん、あの時の自分の感覚で言うと、うん、なるほどね。上がるか、うん、まあ本当下がるか、でも本当極端まで行くと思う。うん、上がっていきたいね。すいません。え？すいません。それ何、運命管理委員会の方ですか？どうも、私運命管理委員会。マジで？吉田。本名はカズト様です、ね、やってますね、はい、すいませんダメなのかよこれふざけお悔やみ申し上げますって言ってきたよあのメガネかけたここに角があのいやあれあれスーツ着たドラゴンボールに出てくるやつなんかいただろそんな感じしてるやつ、こんなちょっとだけ聞けば、ね、いや分かるよ、ちょっと青いんだよ顔はね。すいませんすいませんじゃねえ書類持ってすいません吉田和人様でしたそうね、すいません決まっておりますので申し訳ございませんないよそこれからこれから下がる下がるのかよ。いやそれはノブも下がっていくってことなんかやめてくれ。そうだそうだって嫌だよ。上がっていかなきゃダメなんでしょ、それを頑張ってねということで、はいはい、以上でございます。ございました。ありがとうございました。